地上と比べて地下は資料が多い。地中は奴らの溜まり場ってことなのかもね。私は試合なんか望まない。レイ、あんたにも姉妹がいるって言ってたけど、あんたは自分と血のつながった姉妹を殺せるの？どうでもいいよそんなこと。回答拒否？こっちの家族も複雑なの。
覚めちゃった？結局戦うことになりそうね。さっきの地震のせいでめちゃくちゃ。ここを登れば進めそうね。楽しまなくちゃ。こいつを倒せばあの扉が開けるってことね。ガキだもんな。ダヤ、体よりも管を破壊して。お腹につながっている管が地中の養分を得ているらしい。管がなくなればあのガキは養分を得られずに死ぬだけだから。レイ、個人的な恨みでもある？いやいや、とにかく私ガキとか超苦手なんだ。あれだ、ガツンとお見舞いしてやって。キリキさん、こんなものね。これで先に会える。お母さん。母を亡くしてかわいそうなサキちゃん、泣いてるのね。
両親がいがみ合い、父が母を手にかける家族。なんて過酷な運命なのかしら。でも大丈夫よ。私と一緒に来て。サキちゃんを一人にしない。サキちゃんは、どうしてお父さんがお母さんを殺したと思う？そんなの、知らない。お父さんにはね、お母さんとサキちゃん以外に大切な人がいるの。それは、あなたのお母さんより前にお父さんが愛した女の娘。あなたのお姉ちゃんよ。私にお姉ちゃんが？そうよ。お姉ちゃんの方が大事になったから、お母さんとサキちゃんがいらなくなったのよ。ひどいお父さんよね。ひどいお姉ちゃんよね。許せないわよね。悔しいわよね。うん。お母さんを取り戻したいよね。うん。じゃあ、いいことを教えてあげる。大好きなお母さんを生き返らせる方法があるの。それはね。